はい、皆さんこんにちは。大和在宅、藤原です。はい、本日はこちら、筑古不動産の融資事情についてお話をさせていただきます。筑古物件でですね、不動産投資を行うと、まあ、利回り重視でですね、筑古物件に投資される方もいらっしゃるんですけども、高額所得の方がですね、節税目的で、筑古不動産に投資をするっていうケースが結構あるんですね。まあ、ここではですね、なんで節税できるかっていうのはですね、まあ、簡単にお伝えするんですけども、細かくはですね、この別の動画ご覧いただきたいと思うんですけども、まあ、結果としてですね、節税効果が見込めたりもするんですけども、よくこう聞かれる質問としてですね、筑古物件は次の購入者がですね、融資引っ張れないので、売却時売れないんじゃないかというようなですね、こういう不安を持つ方が多いんですね。で、まず大前提としてですね、なぜ筑古不動産投資、筑古物件で節税ができるかと言いますとですね、法定耐用年数を超えた木造とかですね、軽量鉄骨の物件を保有してですね、不動産投資を行うとですね、土地と建物の割合にもよってくるんですけども、建物が適正に、割合としては高ければですね、1年あたりの減価償却費を大きく計上しましてですね、それによって、税務会計上ですね、不動産所得がマイナスになるということになりまして、で、そのマイナスをですね、本業の給与所得とか、あるいは、まあ、事業をやっている方であれば事業所得、法人であれば、法人の所得ですね、と通算することでですね、課税所得が圧縮されて節税できるという、まあ、こういうふうな仕組みになっているんですよね。で、筑古物件とはですね、どういう定義かと言いますと、各物件にはですね、税法上の法定耐用年数っていうのが定められておりまして、木造が22年。軽量鉄骨、骨格材のですね、肉厚によって、期間が変わるんですけども、まあ、一般的にはこの27年かなというふうに思います。で、この法定耐用年数を超えた物件、木造であれば築22年を超えた物件、軽鉄であれば、27年を超えた物件っていうのは、それぞれ木造だと4年、軽量鉄骨造だと5年でですね、減価償却が可能ということになりますよね。なので、短期間で、建物のですね、焼却ができるので、節税ができるという、まあ、こういうような仕組みになりますね。で、不動産投資というのは、融資が非常に重要だということはですね、皆さんご理解いただいていると思います。まあ、なんで融資が重要かというと、不動産って大きいですよね、規模がね。それを全額キャッシュで買える方って、まあ、限られてますので、まあ、多くの方が融資を使います。で、1億円の物件買うにしてもですね、自己資金は1000万、2000万で抑えて、8000万、9000万は融資を受けて買う。こういう融資を受けることができるか買うことができるというような、こういうものですよね。で、融資を受けることによってですね、資金効率上がりますので、レバレッジがかかりますので、まあ、投資の効率が上がってくるということで、まあ、皆さん融資を受けられるわけなんですね。で、融資の条件というのはですね、大きく4つありまして、まずは融資の金額ですね、あとは金利、あとは返済の方法、元利均等返済なのか、元金均等返済なのか、で、今回のテーマであるですね、融資の期間なんですね。で、多くのですね、金融機関っていうのは、法定耐用年数の範囲内でですね、融資期間を定めることが多いですね。例えば、10年の木造の物件であれば、法定耐用年数が木造22年なので、12年しか出ないとかですね、まあそういうような考え方になってくるんですね。で、巷でですね、今言われていることなんですけども、アベノミクス以降ですね、不動産投資ブームがこういろいろありましてですね、金融機関は、法定耐用年数を超えたですね、融資、法定耐用年数を超過した物件に対してもですね、長期の融資を結構出してたんですけども、新築シェアハウスの問題とかですね、金融機関の不正融資の問題なんかがあったおかげでですね、筑古物件へのですね、長期の融資っていうのは、もう出なくなったというのが、一般的な、こう、認識となっているようなんですけども、当社がですね、年間、何百トンもですね、買ったり売ったり、してる会社なんですけども、我々ですね、いろんな東西、関東圏と関西圏、いろいろな金融機関、
この間調べたら全部48のですね、金融機関プラス、お客様向けの融資を出す金融機関もですね10個ぐらいありますので、まあ60近くのですね金融機関と取引してますので、まあいろんな情報、まあ金融機関から営業を受けることもありますので、まあいろいろこう融資の状況は知ってるんですよね。そういった実情を踏まえましてですね、当社では実際ですね、高額所得者とか、あとは資産背景のしっかりしている方にはですね、築フル物件に対してもですね、このようなですね、長期の融資っていうのが実際出てるんですよね。まあ、融資が出ないとですね、我々も物件を提供できませんので、融資出てるということですし、当社で、5年前にですね、築フル物件買っていただいた方の、売却のお手伝いもしてまして、その時もですね、次の方もですね、このような、長期の融資がついてますので、全く問題ないという話になるんですね。ただ前提としてですね、我々いろんな金融機関知ってるっていうのもあるんですけども、結局金融機関は債務者、物件を買う方がどんな人なのかというのが、一番の審査項目になりますので、こういう長期の融資がつく方の多くがですね、高額所得者で、金融資産もたくさん積み上げている方となりますので、所得税、住民税でもですね、50% 以上の方、50%、55% の方ばかりになってますので、属性が良ければですね、長期融資っていうのはついてくるという、こういう話になってきます。で、たまにですね、サラリーマンの方で、年収1000万ぐらいの方とか、700万、800万の方で、節税したいというような形でですね、ご相談来る方もいらっしゃるんですけども、正直ですね、年収1000万ぐらいの方であればですね、減価償却の節税効果っていうのはもう限定的になりますし、あるいは場合によってはですね、損する可能性もありますので、基本的には推奨はしてません。あくまでも、税率43%、50%、55%の方が対象となりますので、その点は一つご留意いただきたいというふうに思います。ということでですね、法定耐用年数を超えた築フル物件にもですね、属性次第で長期融資はつくという、こういう話をさせていただきました。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。動画の内容がよろしければ高評価と、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。